焼きそばがね、8円で買えたんですよ、8円。これはなんか作っていかなあかんなと思ってます。はい、お疲れ様でございます。今回ね、ちょっと焼きそばを作っていきたいなというふうに思います。ヘルシオレシピの方ですね。ちょっとね、肉が解凍できてなかった。ちょっと半額の時に冷凍しといたんですよ。これをまず解凍していきます。ここに爆発せえへんようにちゃんと開けられるようになってるんです。これを入れて、あ、上の鉄板取りましょうか。はい、解凍が。レンジ温めと加熱水蒸気を使ったヘルシー。違うな、解凍ここにありましたね。もう一回いきます。解凍ボタンを押して全解凍スタート。仕上がり具合の変更ができますよ。はい、今回チャレンジするのはこの96ページテキスト96ページを準備してください。そして焼きそばですね、もやしをちょっと切らしてるんですよ。でピーマン、キャベツ、人参、豚バラ、クッキングシートがいりますね。キングシート準備しました。そして水タンクに水を入れ、はい、水を準備しましたのでこれをセットします。はい、2番角皿にクッキングシートを引く。はい、角皿にクッキングシートを引きました。ちょっとクッキングシート大きかったですね。一回り小さいのを選んでください。はい、3番麺をほぐして2の角皿に広げて乗せる。その上に野菜を材料表の順に広げ、粉末ソースをまんべんなく振りかけて肉を広げる。はい、キノコをねちょっと余ったんで乗せてみたんですけど、もしかしたら火通らんかもしれないですね。ここに胡椒を振りかけます。こんだけですか。はい、そして解凍が終わったみたいですね。あ、肉が解凍できてますか。これを、あ、解凍できてますね。これを上に乗せます。はい、こんな感じでセットできたら、あ、準備できたら、これをオーブンレンジの上の段ですね。上の段にセットします。はい、そして、任せて調理。4つの調理法から選んでくださいね。焼く？違うな。どれや？炒める？いや違うな、どれや、わからん。ちょっと待ってくださいね。失礼しました。ここにちゃんと書いてました。任せて調理、炒める、スタート。こんだけですね。で任せて調理、炒める、スタート。こんだけですか。焼きそばやチンジャオロースーができるボタンです。あ、おかずのみまたは下段で一緒に惣菜温めをするかを選んでくださいね。今回惣菜、おかずは角皿の上に乗せてくださいね。めっちゃ喋るやん。今回惣菜温めないんで上。画面の内容を確認して、めっちゃ喋るやん。スタートキーを押してください。めっちゃ喋るやん。これでスタートですね。仕上がり具合の変更ができますよ。ヘブシオめっちゃ喋るやん。ちょっと今収録中なんですけど、ちょっと静かにしてほしいんですけど、逆に。はい、だいたい調理時間19分って書いてましたね。もうしばらく、あと8分48秒待ってみましょう。失礼しました。ゲームやってたらね、完成してた。8分過ぎてましたね。はい、あー、曇る。はい、完成してますでしょうか。あ、なんか焼きそば干からびてない。ちょっと待ってください。これパリパリになってないか。なんてことや。なんかね、あの、ここ端っこの方パリパリで、ここがね、中が焼きそばっぽいですね。そして肉はちゃんと火通ってますね。うわ、これはね、これはちょっといただけん。これはフライパンでやった方がいいん違うかな。あれ、ちょっと待ってくださいよ。ところどころあの、あれになってる、あの長崎のあのパリパリした麺、何でした？名前忘れました。あ、このパリパリ感が残る。これ逆に良かったんか。いや違うやろ、これ失敗やろ。はい、ちょっと食べてみましょうか。あ、今音伝わりました。このパリパリ感がある。パリパリ感がある。そしてここ普通のとこもある。あ、ちょっと味薄いな。胡椒足そう。
困った時には大小味塩コショウ、ちょっと曇ったな。そして肉ですけどね、豚肉はちゃんと火通ってますね。キノコはちゃんと火通ってますね。それは当たり前ですよね。さあ、オーブンレンジ、強火オーブンレンジ、そこまでやってもらわんとあかん。はい、というわけでね、キノコ入れたのがあかんかったかな。これはね、ちょっとフライパンでやった方が美味しいなと思います。普通の焼きそばですね。調理時間も19分、間に一緒ぐらいでしょうかね。いや、フライパンの方が早いような気するな。ん？横にチャーハンとかあるやん。面白そうやん。また次回ね、なんか違うレシピいろいろ載ってますけども、なんかチャレンジしていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。